にある YouTube ヒカキンブログへようこそ。本日はですね、ちょっと今ふとパッとこれ喋りたいと思ったんでブログしてるんですが、あの Twitter とかでよく僕あの AKB の話題とかニュースとかつぶやくと、なんかこうヒカキンさんは誰推しなんですかみたいなあのリプが来るんですね。でその時毎回迷うんですよね。まあでもなんかこじはるさん綺麗だよなみたいな感じで、こじはるさんですねみたいな感じで返してるんですけど、あのしっかり全員見てみようと思ってさっき見てみたんですね。誰が一番いいんだっていうことで、うん、そしたらね答えが出たんですね、ついに。うん、その答えの出し方っていうのは激しく気味が悪い考え方をしたんですけど、もしここにその人がいたら、一番誰がいたらおーって思うかなって考えた時にこう妄想したわけですね。ってそしたらね、篠田麻里子さんな気がするんですね。うん、激しくどうでもいいって今もうなんかみんなやめんのやめてくださいね。なんかやっぱあのスタイルの良さとハキハキした感じ、意味わかんないね。まあでも僕の推しメンは篠田麻里子さんということに今日しました。この動画見てる方の中にも AKB ファンの方たくさんいると思うんですが、あなたの推しメンは誰ですか？コメントください。待ってます。これで大体わかるね、今ね誰が人気なのか。まあ僕は篠田麻里子さん、小島春菜さんがやばいっすねっていうことで、コメント待ってます。バイ。ヒカキンブログに登録、チャチャ。ヒカキンブログに登録、チャチャ。